101 FM is here today! Yay! FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。8月23日モーニング8、これから生放送でお届けいたします。時刻は8時を回っています。ギノワン式ユナギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、木曜日担当私平由志のヨッシーがお送りします。さて今日も暑いですね。皆さん夏バテはしてないでしょうか。私は比較的この夏はそんなにね、夏バテなく毎日食欲もりもりと食べてますけど、夏バテするとね、食欲もなくなったりだるくなったりするので、皆さん気をつけてください。さて最近甲子園もね、決勝戦が終わって、大阪桐蔭と秋田の金足農業高校がとても盛り上がっていましたね。本当に秋田の、まあ、大阪桐蔭は初の春夏2連覇ということで、すごいですね。また金足農業高校も本当に秋田の地元のメンバーのチームで、しかも農業高校でこの決勝戦まで行くという、相当秋田の人たち方たちを元気にしたと思いますね。何か江南高校が2010年に優勝した時のとなんか重なるなーって思いながら見ていました。暑いですけどどうなんですかね、この世とあの世も夏バテってあるんですかね。さてさて、今日は運慶なんですけど、あのウヤファー富士たちのいるあの世も夏バテってあるのかな、まあ、どこの世界でも あるんでしょうねきっとね。ということで、まあ、今日のテーマは旧盆、お盆ですね。まあ、日本本土の方では先週でしたかね、終わったと思うんですけど、沖縄は旧暦旧盆、今日から運慶、明日中日、明後日ウクイとなりますけど、皆さんの、まあ、まあ、本土から聞いてる方もお盆をどんな感じでやるのかとか、何を食べるのかとか、みんなどんな感じで集まるのかなど、皆さんのお盆の様子教えてください。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールのテーマは旧盆、お盆です。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてくださいね。またサイマル放送もあります。スマホの場合はリスンラジオ、リスラジで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。今日のメールのテーマ、もう一度、旧盆、お盆ですね。皆さん待っていますよ。さて、それでは今日のオープニングナンバーに参りましょう。ナタリア・ラフォルカデさんで、ソルダード・イ・アルマル。最後の曲何でしたっけ？ですね、リューチェルで、あ、ないですよ。じゃあそれとブルーハーツなくて、ああ、じゃあまあです、ね、全部いつも流せないから、ね、はい、リクエストを待ちましょう。はい、そっか、何がリューチェル最近の。おはようございます。大丈夫、決まる最後
進撃のめいちゃんさんのリクエストの大金のぞみ with DJ レイコのキューボメランコリアってあれば。リクエスト、まあ、両方まだ用意できてないです。はい、さて時刻は8時7分を回りました。この時間は 79.7MHz FM ギノワンよりお天気交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からお伝えします。今日8月23日はですね、曇りのち雨となっていますね。まあ、本島中南部の方ですけど、南西の風曇り時々晴れ、夜の初め頃一時雨、ところにより雷を伴う、波3メートル、うねりを伴う。降水確率が朝6時からお昼まで 30%、 その後夕方6時まで 40%、 また夜は 50% となっております。今日の日中の最高気温は32度ですね。なんだか、まあ、雨が降ったり止んだりという感じの天気になるのかな。台風が沖縄本島にはあんまり影響があるかわからないんですけど、台風が下の方で発生していますね。おそらく九州、今日朝聞いたのによると九州あたり、西日本あたりに向かってるそうなので、そちらあたりに住んでる方はお気をつけください。ではでは続きまして道路交通情報をお伝えします。はじめに沖縄、失礼、一般道、沖縄自動車道、あ、どっちからでもいいです。沖縄自動車道からお伝えします。ですね、下り、これはどこでかな、山里バス停での下りですね、故障車があります。これぐらいですかね、沖縄自動車道は。故障車があるので、ちょっと下り、北から南に下る方お気をつけください。さて続きましてが、一般道はどうなってるでしょうか。あ、今日はなんとかなりスイスイですね、この地図によると。ライカム方面から普天間に向けてが少し一部渋滞があります。また大平交差点からアハチャ交差点に向かって一部渋滞があります。はい、戸口から維新だ、戸口から維新だ、
戸口から維新田の方ですね、先ほどのは戸口から維新田の方で一部渋滞があります。まあ、車はスイスイって感じですよ。皆さんじゃあそれでも気をつけて安全運転でよろしくお願いします。何があるかわからないですからね。はい、以上お天気と交通情報をお伝えしました。さてじゃあツイキャスちょっと見てみます。つるくんちーちゃん神吉さんから、おはよしの新潟最高38度、死ぬ、うわお新潟暑いですね。北ってもう本当にそこまで気温上がるというイメージがないのでびっくりですけど、そっか暑いですね。沖縄32度ということで6度ぐらいも変わると相当変わりますね。石ころさんおはもっこり、おはもっこり。ききまるさんおはようございます。ディーパーさんからおはよしということでね。くにばりさんおはよう。エコザイルさんおはよう、おはようございます。野の中の銀のホタルさんおはよう。あ、ききまるさんからですね、食欲は落ちてるのに体重は落ちない、なんでなぜ、アイスとか食べてるからだなということでそうですね、アイスばっかり食べてるんですか。でもアイスってあんまり太らないイメージありませんかね。なんでだろう。まあ減らず、体重落ちすぎてもね健康にはあまり良くないのでいいんじゃないですかね。ナルトラさんおはよしのということで、おはよう、おはようございます。はい、ディーパーさんと石ころさんからリクエストが来てますので後ほどおかけしたいと思います。さて旧盆ということなんですけど、まあ、私はだいたいそうです、まあ、毎年おじいちゃんおばちゃん、おじちゃんの、お父さんの、お父さんは家族の中で三男なので、長男のおじさんの家にまずご飯を食べに行きますね。毎回ごちそうを食べてます。何食べて、ジューシーとかアーサーのスープとか食べながら、いつも食べて帰るだけという感じで、まあ、作る側はね大変ですよね。でもねこういうのね、その後この母側の親戚の家に移動して集まるという感じなんですけどね。まあ、今回は今年はですね、ばあちゃん、母方のお母さんが6月に亡くなってしまったばっかりので初盆という形になるのですけど、まあ、親戚で集まってって感じですかね。はい、さてじゃあここで1曲入れましょうかね。リクエストも両方あります。あ、わかりました。ここで1曲じゃあ入れたいと思います。ディーパーさんのリクエスト、平井大さんで Song for Two。
クエスト全部あります。はい、もし芭蕉布行くときちょっと CD 入れ替えるんで、あ、ちょっと芭蕉布行くって言ってからつないでもらっていいですか。はい、わかります。芭蕉布、誰の芭蕉布、誰の芭蕉布、HY、 あ、HY CD があるんですか。あ、はい、CD しかなくて、あー、すごい、すごい、休本ですが普通に仕事ですよね。休みになったらいいのに。CM 行きます。はい、3秒前です。はい、お大事、一番いいですね。さて、時刻は8時19分を回りました。今日のテーマは旧盆、お盆ですね。石ころさんからメッセージが、旧盆ですが普通に仕事やってますということで、休みだったらいいのにねと思いますね。でもね、旧盆ぐらいというか、まあ大変仕事がねある方がほとんどなんですかね、おそらく。ゆきうささん、ラブティーアーティスト、おはようございますということで、はじめましてかな。いやー、かっちゃんさんもゆきちゃんよし、おはよし、おはようございます。そうですね、旧盆、まあ夜早めに仕事が終わるとかあるんですかね。多分仕事あるけどいつもより早めに終わったりとかあったらいいですけどね。さて、じゃあ今日は何の日のコーナーに移りたいと思います。まずは沖縄手帳からご紹介します。8月23日木曜日、今日は旧暦の7月13日ですね。満潮時刻4時53分と夕方6時20分、干潮時刻が11時44分と夜の11時54分となっております。今日は旧盆、ここにも運慶と書いてありますね。また諸々、今日から暑さが少し和らいでくる日なんですかね、多分そんな感じの日です。また1990年の今日、第1回世界のうちなんち大会が開幕したそうです。わー、知らなかったわ、今日だったとは。1990年、皆さん知っていますか、世界のうちなんち大会というのが、あの沖縄であって、第6回大会は2016年に行われたんですけど、まあ沖縄からも、また日本本土からもだと思うんですけどね、海外の方に移民をしていって、あの移民をして、そこで生活を立てて、生計を立てて、そこからまたお金の仕送りなどをして、お互いに助け合ったという歴史が、やっぱり大きい歴史がねあるんですけど、そのつながりというのを大事にしていくための大会かなと、私個人的にはもう大切だなと思いますけどね。はい、それではネットの方から見ていきたいと思います。今日はふみの日
毎月23日は文の日、そして諸書とありますね、二十四節気の一つ、暑さが峠を越し後退し始めるとありますね。なあ、今からあの暑さが何だろう後退していくのであれば、ちょっと考えますね。あの甲子園が本当に暑い時期に行われているので、まあ、ニュースにもなっていると思うんですけど、あの真昼の真っ只中の暑さ真っ最中っていうんですか、その時間に球児たちはずっと炎天下の下にねいてプレーをするわけで、確かにこのせめてこの諸々を超えてから、暑さが峠を越し後退し始める時期を超えてからやるのもありかと全思いますね。はい、球児たちのためにも。さて今日誕生日の方も何人かおります。ルイ16世私が全然わからない人たちがいっぱい、三好達治さん詩人の方だったり、オペラ歌手佐藤忍さん、まあ、たくさんの方誕生日ですね。誕生花は菩提樹となっております。花言葉は夫婦愛ですね。以上今日は何の日のコーナーでした。さてこちらでメールを紹介していきたいと思います。投稿者浦市の藤子、浦市の藤子さんからいただきましたよ。吉野さん、ぐすーよー、ちゅーがなびら、ちゃーがんじゅーい、またまたカリフォルニアから投稿させていただきます。あ、浦市の藤子さん、この前第1回目はですね、あの番組が終わってからメールをいただきましたけど、今回は間に合ってよかったです。今日は23日はお盆初日運慶ですね。長男屋の皆さん大変ご苦労様です。私の実家は長男屋で、しかも母は名護出身の長女で、彼女の実家には弟たちしかおらず、かっこしてお嫁さんが いない兄弟だったので、名護のおばあちゃんを助けるため私の家族は毎年那覇と名護を行ったり来たりしている、デイジー忙しい長男屋&長女屋でした。笑い。デイジー忙しいですよ、本当に。那覇と名護を行ったり来たりって。デイジーアイビンや、すごいですね。そんな家の子だったのですが、子供の頃はお盆の間、親戚が家に来てゆんたくしたり、父と一緒に親戚の仏壇屋に挨拶に行ったりすることが本当に好きでした。お盆大好きっ子だったので、ある時、一週間ぐらい続いてほしいね、と両親に言うと、あんたは何もしなくていいからそう思うんだよ、と母に言われたことを思い出します。母の苦労を全く理解していませんでした。とても残念ですが、今年もお盆に帰るタイミングを合わすことができず、もう5年以上うちなお盆中に帰省することができていません。ああ、そっか、カリフォルニアにね、いるのでね、なかなか帰れませんね、でもね。ウィアファーフジの皆さん、お母さん、スッチ、妹、スッチ、今年もお盆手伝いに帰れなくて本当にごめんなさい。みんなで頑張って、よろしくお願いします。沖縄にはお盆だけでなく、シーミーとか生きている私たちと、愚僧にいられるウヤファー富士との交流がよくありますね。アメリカに来たばかりの頃、アメリカ人のお友達が、一度も先祖のお墓に行ったことがないとか、お葬式以降、親のお墓もあまり行かないなどと言われて、デイジカルチャーショックを受けたことがありました。ウヤファー富士たちが私たちの生活のすぐ隣に存在しているという考えを、うちの文化から学んだせいか、幼い時から死に対する恐怖が私にはありません。変な話、ワクワクします。だって死んだら愚僧でウヤファー富士たちが待っているし、お盆にはうちなに帰ってごちそうも陣ももらえるしね。だからお盆が近づくと、うちなんちとして生まれて私はとてもラッキーという話をよくアメリカのお友達にしています。またまた投稿文が長くなりましたが、うちなの皆さん、楽しいうちなお盆を家族、親戚、ウヤファー富士たちと過ごしてください。Have a wonderful お盆 everyone ということで。あー、すごい。浦市の藤子さん、あちあちですね。とっても。あー、そっか、本当に、うん。まあ、カリフォルニアからでもこうしてね、ウヤファー富士たちのことを思っているということは、とても勉強になるし、いいですね。
確かに愚装にいるウヤファー富士との交流あ確かにこれ沖縄に強い文化ですよねきっとね。アメリカ人アメリカカルチャーにはまた違うとは違う文化であって、うん、ああまあ確かに今回6月に祖母が亡くなっていろいろ死に死のことを考え私も考えてて、なんかウヤファー富士とのつながりだったり生きることと死ぬことってなんだろうみたいな、生きることってなんだろうというのをいろいろ考えてたんですけど、後ろ浦島富士子さんは死に対する恐怖がないということでワクワクするって、あ確かに愚装でウェファー富士たちが待ってる見ているっていうふうに思ったらねあぜひ浦島富士子さんお会いしてみたいですね。はい、ありがとうございます。曲入れますか。それではここで曲を1曲、場所を振HY で芭蕉布を入れたいと思います。どうぞ。ショウコさん、ありがとうございます。コンティニューファイル。
見ていい？はい。読んだやつは未読、あの既読で、読んでないやつを未読にしてるんですけど、自分とかだったら。ああ、それで今どうなってんだろう。先週落としたじゃないですか。先週、はい。なんか印大丈夫ですか？ああ、はい。そっか、星つけてるんですけど。ああ、星、はい。はははあ、分かってるんだったら大丈夫です。そうですね。この前なんで落としてしまったの？一応分かった。つなぐちコーナーを新聞の前に入れるかその後に入れるかちょっと考えてますけど、どうしよう。新聞の前だったら8時台の最後になります。新聞の場所は一応ちょっと決めてるので。ですよね。始まります。はい。8時34分になりました。モーニングエイト、今日のテーマは旧盆お盆です。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com となっています。先ほどね、浦島藤子さんからは小さい頃はお盆が大好きで1週間ぐらい続いた方がいいのになというふうに言ってたこともあって、確かに子供にとってはいいかも、楽しいもの、楽しい行事の一つでもあるのかもしれませんね。そういう行事であってほしいなと思います。さて、それでは、では早速メールツイキャスを紹介します。まずツイキャスからですね。雨男レイニーさんから、おはモーニング、今朝散歩したけど風がなくて暑かったです。暑い、あ、朝から散歩いいですね。健康健康、とてもいいですよ。確かに、でも風が吹いてるとね、また爽やかでいいですけどね。かっちゃんさん、かっちゃんの天気&ラッキーアイテム。今日の兵庫県は晴れのち雨。これから滋賀県琵琶湖にキャンプに行く予定。でも台風20号が深夜に近畿に通過するので、明日は泳ぎます。台風が20号が通過するので明日泳ぐ。あ、通過してるから泳げるんですね。台風の中泳いだら危ないなと思ったんですけど。最高気温33度、最低気温27度。ラッキーアイテムはテレビガイド以上これかっちゃん、かっちゃん情、かっちゃんニュースをどういうあれなんですか。ラッキーアイテム、テレビガイドというのは。さてさて、それではじゃあメールを紹介していきたいと思います。ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからですね。運慶ですね。よし&ゆきさん、本日もおはようございます。旧盆でお休みって思いますが、旧盆は接客業界で働いている身からすると繁忙期シーズン。あーですよね。今日から旧盆繁忙期、頑張るぞ。では旧盆お盆、お仕事に行く前、
炊飯器に運慶ジューシーを炊いています。あの世にいるおじいおばあにお仕事から帰ってきてからあげようかなって思っています。では楽しく聞かせていただきますということで、そうなんですよね。進撃のめいちゃんさんのお家にじゃあ、仏壇っていうんですか、仏壇があるのかな。いいですね。運慶ジューシー美味しいですよね。夜が楽しみです。私何も作らない身からすると作る身からするとね、大変だと思うんですけどね、まあ、あの世にいるおじおばあとウェファー富士の皆さんとまた親戚の皆さんとね、楽しく食べれたらいいなと思っていますけど、進撃のめいちゃんさんのおじおばあにもね、おばあも無事ちゃんと帰ってこれることを願っています。はい、後からじゃあ進撃のめいちゃんさんのリクエスト曲かけたいと思います。続きましてモーニングエイトネームリスちゃんからですね。おはゆうきおはよしの、ついに腹が減りすぎて肩にマーブルチョコを散りばめてやってきたな、よしの。違いますよ、これ私の服、これマーブルチョコ、マーブルチョコに見えるんだこれそうそう、お腹が好きすぎてね、チョコ大好きだから、それをバリバリ食いながら放送するつもりか。食いしん坊にも程があるぞ、ね、ガチマヤなのでしょうがないです。テーマ旧盆、今年は2月に母が死んだのでリスちゃん家は帰せずして初盆になりました。何しろ母はピンピンコロリの突然死だったので、あれよあれよという間に母の死体をお寺に運んで葬儀となりました。地元のお友達もたくさん集まってくれて、いいお葬式になりましたよ。リスちゃんは生まれて初めて喪主をしました。そんな2018年ですということでね。そうだったんですね。リスちゃんさんも、リスちゃんさんのお母さんが亡くなられたことで、私の祖母も6月に亡くなってしまって初盆ですけど、ピンピンコロリ一緒ですね。でも祖母とちょっとね、そういう突然死の時はびっくりで、本当になんかあっという間に過ぎて、ちょっとふとした時に何か寂しさ感じることとかもあるかと思うんですけど、リスちゃんとまたリスちゃんの家族の皆さんが無事でいることを願っています。それではもう一ついけますかね。曲、そうですね、ここで一曲、じゃあ進撃のめいちゃんさんからのリクエストで、大金のぞみ with DJ レイコで旧盆メランコリア、どうぞ。あんま聞かないですよね。流れてないですよね。聞かない。シーミーの歌は聞いたことあるんですけど、運慶の歌も。
5分ぐらいですか、ね、いけるかな、新聞前に、新聞前に行けそうですね、新聞に。52分ぐらいかな、じゃあ。だって58分にはあれですよね。終わりです。52分。55分、あ、58分。53からやって5分。50。いいですね、ディーパーさん。馬刺し さて、モーニングイート8時43分となっていますが、じゃあツイキャスとメール紹介していきたいと思います。ディーパーさんから、今年のお盆はうちに親戚が集まるので中華料理と馬刺しを買ってきて食べましたよ。馬刺し、馬刺しです。美味しいんですか？なかなか食べる機会がなくてですね。刺身、ヒージャーヤギの刺身は食べたことあるんですけど、馬刺しがあんまりないですね。どんな感じなんだろう。でもみんなでワイワイ食べるの楽しい。さてさて、エコザイルさんからのメールが来ています。吉野ゆき姫、おはやうちゅ。運慶だね。ジューシー作ったケロをたっぷりあるから昼飯からジューシー状態してる。今日は仕事を少し早く切り上げて準備しないとね。そうなんですね。そう、昼飯からジューシー、マジ。夜だけじゃなく、そんな感じな、そういう感じもありかもしれないですね。もうこのお盆期間は、めいなちジューシーみたいな。毎回朝昼晩ジューシー。さて、たまには吉野から熱い投げキッスもらえますかね。じゃあ、後からやーということで。いつもマーヨーさん、月曜日担当のマーヨーさんからもらってるはずなんですけど、じゃあどんなしてやるんだっけ。投げキッス、もう今日は9本だからね。ウェファーフジも来るから今日だけですよ。はい、どんなだった。いくよ。変なの。デイジはずい。まあこんな感じで楽しいですね。まあこういうのもたまにはやってやりながら。それではエコザイルさん、ありがとうございました。あと一つ、あ、リスちゃん、リスちゃんから2通目来てます。テーマ、キューボン。キューボンイコールジューシーという発想の吉野。私だけじゃないですよ、多分。多くの人ジューシーっていう発想あると思いますけどね。キューボンは墓を囲んで物を食べるだけじゃないんだぞ。そうですよね。はい、もちろんあのウヤファー富士に内カビを送ったり、ウークイの日にはね。さて、理想の死に方と言われるピンピンコロリ。リスちゃんの母の名前はカツコと言いますが、確かに近所のご老人からはカッちゃんの死に方は潔い、カツコさんらしい亡くなり方やわ。私らもあんな死に方したいわ、などと、ある意味、称賛は受けました。しかし、遺族にとって心残りなのは、急に、親孝行ができなくなることです。あれもしてあげたい、これもしてあげたいと思っていたことが、突然不可能になる。これは無念ですね。
だからいつでも悔いのないように生きているうちにできるだけの親孝行をしたいものです。田辺さんはいつ親が死んでも悔いのない親孝行はできていますか。田辺ゆきさんに質問来ましたけどあーそうなんですよね、本当に。うんうん、あ、理想の死ぬ方と言われてるピンピンコロリなんですが、でもやっぱ本当にリスちゃんさんが言われてるようにね、この遺族にとってこのあれもしたかった、こういうこと言ってたねというふうにとても心残りっていうのが次から次へと出てくるもんだと思うんですけどね。本当に何を優先するかっていうのは日々葛藤しながら選んでいかないといけないなと思っています。私自身もね、特に例えば私の祖母6月に亡くなったけど、例えばですね、こっち宜野湾にある鶴亀うどん屋さんがありますね、丸亀そこの天ぷら、芋が大好きなんですよね。だから芋天ぷらをもっと食べたいなってしょっちゅう言ってて、まあ一人では行けないですから、あの孫だったり子供が連れていくわけなんですけど、なかなかみんな日々忙しくて連れていけなくて、私自身ももっともっと食べさせたらよかったなっていうのがあったりね、そういう心残りというのはたくさん出てくるんですけども、はい、リスちゃんさん今日9本ジューシー、あー、ユアファー富士の皆さんとね時間を共にしたいと思います。はい、あ、ディーパーさんから、馬刺しは甘みがあって美味しいですよと。そうなんだ、甘みがあるんだ、あまり癖はないのですかね。沖縄でも馬刺しって食べれるんでしょうか、あんまり見たことがない感じで。ゆきさんしょっちゅう食べてる。そうなの居酒屋に普通売ってないですよね。あ、そうですか、ただあんまり私が見てないだけかもしれない。今度じゃあ馬刺しも挑戦したいとしてみたいと思います。さて、じゃあじゃあ曲を一回入れたいと思います。石ころさんリクエストしているボンボンブランコボンボーヤージュ、どうぞ。この曲わかります？この曲初めて聞きました。あ、なんかこうタイトルからちょっと賑やかそうな感じとかするじゃないですか。あ、ちょっと曲紹介が元気がなかったので。あ、ボンボンブランコボンボヤージュ、ボンボンブランコボンボヤージュです。そうですね、今日って帰り時間あります？帰り10分ぐらいあります。あー、ちょっとすぐ行かないといけないと思うんですけど、ちょっとすぐ宜野湾の大島の方で料理教室があって。何ですか？あー、なんか急に CM の録音。誰のオブラでオブラダでした？ユッスンドゥール、ユッスンドゥールさん、ユッスンドゥール。
じゃあ切るのでタイトルコール言ってもらっていいですか。はい、ヨッシーのうちなー口コーナー。さてこの番組、この番組じゃない、このコーナーでは、うちなー口、味のあるうちなー口を、まあ、分かる人分からない人で楽しんでいきたいという思いからですね、いろいろなことをやっていますが、今日も小芝居的なものをやりたいと思います。今日はですね、じゃざっくりどういう内容かっていうのを説明しますね。今日もよしこと父ちゃんの2人の会話なんですけど、今日のテーマは、まあ、マジムン妖怪、沖縄の言葉でマジムンですね。よしこが父ちゃんにマジムン見たことあるって聞くと、父ちゃんはゴジラを見たことがあるというんですよ。ゴジラ、マジムンではないけど、この父ちゃんが3歳4歳の時、子供の時に家に一人でいる時に、窓から遠くの方にゴジラがわーっと向かってくるのを見たと。本当ねって言うと、本当ねってよしこは信じないんですけど、もう父ちゃんの中では記憶の中に本当にそういうことがあったということで、確かだったよという、もうデイジ一人だから、もうデイジナトン大変だよというふうに、なっていたと。それでそれでマジヌゴジラでマジムンとか言うんですけど、その後はもうマジムンらしきものは見たことがないと。でまあ、じゃあそれはいいとして、マジムンを信じてるのって父ちゃんによしこが聞くと、信じてるよって言って、なんでって言ったら、マジムンは実在するからと。マジムンと友達になったら上等だよって、友達になったら世のこといろいろ話を聞けるからねということで、でまた父ちゃんのこのあんまお母さんはマジムンと友達だったってよしこが聞くと、あんまはユタだったよというふうにね、そういう感じの話になっております。それではいきますね。よしこから、父ちゃんマジムン見たことあみ、ゴジラ見たことある。ゴジラ、マジムンアランシがワンが3歳4歳わらびぬとちやんかいどーちぐわいるとち、窓からずーっとかなたんかい、ゴジラがわーって向かってくるのを見たわけよ。奮闘やみ、ヤシがドゥーチングアヤタクトゥ、しかり、デージナトースター、デージナトースターンディ、しかり、矢の周り見渡してもタウラン、デージナトン、デージナトン、ヤシが待てど待てどゴジラや、やんかい襲ってくうらんたっさ、決して夢あらんしがよ、確かに遠くにゴジラうんちゃしが、うぬゴジラ行くしあらに、ヤシがワン抜きをくぬなかうて、行くしあらんしが、確かにゴリラやたんど、その後はゴジラや二度とんじるくとねえらんたしが、絶対夢やるはじ、夢あらんしが、マジヌゴジラやたしが、マジヌゴジラムン、マジムン、ちゃんちょん、フェイさん、なだわてねえしが、うぬあとマジムンらしきものんちゃるくとねえんしが、やしが父ちゃんやマジモン信じとうみ、信じとんど、やんぬんち、ぬんち、マジムンや実在すぐって、マジムンとドゥシグワーないね、上等ど、上等ドゥシグワー、マジムンとドゥシグワーないね、言うのこといろいろ話しちゃるくとないびーしが、やん父ちゃんぬあんまやマジムンとドゥシグワーだったね、あんまはゆたぐわしいるやったんど、父ちゃんももしかしてマジムンルやアランがやんで産むとおる時期あったしが、はどういうこと、父ちゃんもマジムンじゃないかなって思う時あったけどね、はヌーンディーチシが直感感が低下な鋭さぬや、例えば20年30年いちゃるくとねんちが夢の何巻かいんじてきて、翌日うぬっちが目の前んかい現れたり何十回とあんど、あんし父ちゃんのゆたぐわしいね、ゆたぐとゆたぐとゆたさるぐとにげーさびらわんね、ゆたうの生まれ変わるんでうむとおしが、あんしわんにそういうのあるのかね、ゆぬくとあがや、わんにんかいわからんしが、遺伝そういねやんぬうがら感じとおるくとあるはじろわね、これまでうんなくとうねんさ、あんしね、やゆたらんしが、
わねえ、ゆたぐとゆたあらんぐとゆたさるぐとにげさびら。ちゃんちゃんということで、はいはい、皆さんは何か幽霊見たり、なんか霊的な、霊感的なことを感じたことありますか？何か、まあ今日は旧盆ですけど、旧盆のテーマも添えて、このようなテーマのメールもお待ちしております。松川雅紀氏ですか。これ読み方書いてなかったんですけど、ね、松川調べます。擁立を急いでいる。さて、時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。モーニング8 FM ギノワのスタジオから平吉野よしが生放送でお送りしています。引き続きメールツイキャスたくさんお待ちしていますよ。テーマは旧盆お盆ですね。旧盆お盆でもいいですし、あなたのまあ霊的霊感的なこと感じた体験でもいいですよ。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。この後26分までメッセージのご紹介や今日のニュースをお届けします。では琉球新報沖縄タイムスから記事をお伝えします。まずはじめに沖縄タイムス総合面からお伝えします。宜野湾市長選、与党動き加速。告示まで1ヶ月、野党候補者擁立急ぐ。佐喜真淳前市長の辞職に伴う宜野湾市長選の告示まで23日で1ヶ月となりました。宜野湾市政与党が擁立した副市長の松川雅紀氏は21日に正式に立候補を表明し、選挙戦へ本格始動しました。一方の野党は候補者の選考が難航し、擁立を急いでいます。宜野湾市政与党の候補者選考委員会が全会一致で擁立を決めた松川氏は、佐喜真市政の継承発展を前面に訴えます。宜野湾市普天間に佐喜真氏と共同の事務所を構え、セット戦術で効果的に運動します。今週内には辞職願いを出し、さらに選挙戦へ動きを加速させます。はい、宜野湾市長選と沖縄県知事選がね、9月30日と同日日なのでね、まあ、その他市議選等々その前にもあるので、
選挙、毎週のように選挙がある、9月からは毎週のように選挙があることになるのでお忙しいになりそうですね。続きまして、同じく沖縄タイムスの社会面からお伝えします。アムラー興奮と歓喜、ホテル問い合わせ殺到。沖縄県出身歌手の安室奈美恵さんが出演する音楽ライブが引退前日の9月15日に開かれるニュースが22日全国各地を駆け巡りました。躍動する安室さんのパフォーマンスを最後にもう一度見たいと願ってきたファンは、歓喜に沸き、すでに満室となっているライブ会場周辺のホテルには空席の問い合わせが相次ぎました。来月15日にね、あるんですよね、宜野湾でライブの方が。本当にもうファンの皆さんはもうこの9月引退表明があってから、多分そのあたりに沖縄であるんじゃないかと予想しているファンが多かったのではないでしょうか。私の知人の方もですね、宿泊民泊をやってるんですけど、もうその予想してその日そのあたり、9月のその週のあたりを抑えてる人もいたというの話を聞きましたよ。はい、同じく沖縄タイムス社会面からもう一つあります。宜野湾羽衣祭り中止、知事選市長選と同日って。9月30日に宜野湾海浜公園で開催予定だった第41回宜野湾羽衣祭りは22日の役員会で中止が決まりました。同時開催の第30回羽衣カチャーシー大会の中止も決まっています。県知事選、宜野湾市長選の投開票日と重なり、開票所となる宜野湾市立体育館が使用できないことや、宜野湾市職員を安全運営スタッフに隔てることが困難になったことが主な理由となっています。あー、そうなんですね、延期とかなく中止になってしまうということで残念ですけど。続きまして、琉球新報、市町村面からお伝えします。高齢者おめかし撮影、宜野湾施設で沖縄渡部笑顔ボランティア。沖縄渡部ウェディングは16日、宜野湾市の介護複合施設ふれあい愛知の丘でちむぐくる活動を実施しました。沖縄渡部ウェディングの美容師やカメラマンがボランティアで毎年開催しており、9回目です。利用者13人がドレスや塩ビ服をまとい、家族らと写真撮影を楽しみました。最後に同じく市町村面からあります、もう一つ記事ありますよ、宜野湾のね。見守り返しで恩返し、脳梗塞回復、許田さん。見守られる側から見守る側へ。宜野湾市前原で老舗商店許田商店を一人で営む許田さんは、1年半前に脳梗塞で倒れて以降、支援機関や地域の人から見守られていたが、体調の回復後は逆に商店に来る子どもたちや高齢者の見守りに積極的に関わっています。15日には支援機関の職員と一緒に許田商店で小さな夏祭りを開き、地域の人たちと交流を深めました。はい、以上、琉球新報沖縄タイムスから記事をお伝えしました。 CM を挟んで皆さんからのメッセージをご紹介します。新聞記事を読むのが早かったです。読むのが早いのでゆっくり読んでください。はい、なんか自分にそういう内容が入ってこない。ああ、うん、
さて時刻は9時8分を回っています。今日のテーマは旧盆、お盆です。それではツイキャス紹介していきたいと思いますね。雨男レイニーさんから、マジムーは龍神版マビアの悪役で名前だけは知ってたけどちゃんと意味あったんだね。そうですよ、マジムーン、マジムーン、そうマジムーンは、まあ、妖怪とかっていう意味があるみたいですよ。ヤナムーン、ヤナムーンはちょっと悪者みたいになりますけど。幽霊は同じく雨男レイニーさんからです。幽霊は今住んでいるマンションにいたよ。マジで、ある時いたずらが過ぎるので本気で怒鳴ったらいなくなった。そしたらお隣さんが1年で3回引っ越して玄関に盛り塩してる人もいて、幽霊は隣に引っ越したみたいです。お隣さんごめんね。はあ、なるほど、怒鳴ったらいなくなって、やっぱり幽霊ってねいるんですよね。そういうやっぱいたずらが過ぎてしまう幽霊だったり、何もしない幽霊もいればね。あー、いたずら、なんかちょっと害を与えてくるような幽霊はちょっとね、どうにかしないといけないなと思いますけど、私は幽霊、そういうなんか霊感的な体験今まであんまりなくて、どちらかといえば金縛りみたいなのありましたけど、大阪のアパートで一人暮らししてる時にいきなり誰かに掴まれたような、腕を掴まれたような感じになって、あの時はもう超怖かった記憶があります。はい、さてじゃあ今日は旧盆ということなんですけども、どうしようかな。沖縄のしきたりという本から少し何か紹介していこうかなと思いますけどね。内カビ、まあ、よくウークイで沖縄、あのウヤファー富士、あの世のお金として内カビを燃やしてね送るんですけど、内カビはグソウヌ人、後世の人、あの世のお金と言われていますね。そう、この最近テレビでも見たんですけど、この内カビを作るやっぱ会社というのが、工場があって、そこはもう大繁盛、今の時期大繁盛となっているみたいですよ。すごいですよね。この何ですか、黄色い紙にこのお金のマークを機械で打っていって、それがブワーって印刷されるんですけど、確かテレビで見たのはみんな手織りで、スタッフの方が手織りであれを、内カビを手織りだったかな、そう、手作業もしていました。二つ折りにした黄色い紙に沖縄の昔の効果であるミーフガージン、あれ沖縄の昔の効果が印刷されているみたいです。ミーフガージンといって鳩目線っていうみたいですね。これをかたどった丸の中に正方形を入れた形がいくつも並べて型押しされているという。そういう歴史とかね、あんまり今まで習ったことないので、もっとと勉強したいですね。内カビという名は紙に陣、このお金の型を打ち付けることによるもので、かつては型を打つためのカビ打ちャー、紙打ちなどと呼ぶ金属製や木製の道具が家庭に常備され、行事のたびに大人に言いつけられた子どもたちが力任せに紙に型を打つ光景が見られたとのことです。今ですらこういうふうにその一つの工場がね作ってくれてるんですけど、昔は家庭でそれぞれでこの内カビを作っていたようです。ちょっと内カビ作り体験とかもあったらやってみたいなと思いますけど、こっちにも書かれてありますね、この本にも。近頃ではすでに生前と陣の形が型押しされたこの市販品が普及したために、このヤーヌティがね、お家のお手伝いはほぼ消滅しましたと。でしょうね。お家でやってるところあったらすごいと思いますけどね、今のこの時期、この時代にね。ぜひあるのかな、ヤーヌティがね、お家のお手伝いのことヤーヌティがねっていう、そうですよ。でまた紙で作った陣であることから、カビ人とも言うし、
焼いて備えるということから、暗示カビ、炙りカビと呼ばれることもあるそうです。へえ、内カビしか聞いたことなかったのでね、カビ人暗示カビというのは初めて聞きましたけど、こういうのは、この紙で作ったお金を備える風習というのはもともと中国から伝えられたものだそうですよ。現在でも世界各地に居住する中国系の人々の間では、金色や銀色に塗ったものや現行紙幣そっくりにこしらえたものなど、さまざまな種類の紙のお金があって、盛んに神仏や祖先に備えているそうです。やっぱりこの沖縄の何ですかね、祖先崇拝とかこういう文化的なものはやっぱ中国からもともとね、伝えられてきたものも多く混ざっているということで面白いですね。面白いニュースが、何年か前中国で銀行の ATM が故障し、その原因を調べたところ、機械の中から本物の紙幣そっくりにできたあの世のお金が大量に発見されたという騒動が新聞などで報じられたことがあるって。ありゃあ、そういうニュースもあるんですね。確かに私も、内カビあまり意味を知らずね、ちっちゃい頃から見てきたんですけど、長男、お父さんの兄弟、お兄さんがね、毎日ウークイの時にはこの奥さんと一緒に内カビを何枚も重ねて、これぐらいでいいかねとか、多いかねって、まあいいさねって言いながら、その量はあんまり決まってないんですかね、おそらく1枚いくらぐらいするかわからないんですけど、そう燃やしていましたけど、エクザイルさんから、脈はまだカビ人の方が年配の方には通じるよ、自分もまだカビ人っていう時あるしね。あ、そうなんだ。先ほどこっちで言ってたカビ人、都の方ではカビ人が使われているんですね。内カビってしか聞いたことなかったから、やっぱこういうの知ること大事ですね。全部一緒なわけないのでね。面白いです。さて、ここで一曲入れていきましょうかね。ユッスンドゥールさんでオブラディオブラダー。お盆何するか全然知らないんで、そういうなんか本に書いてあることより、私だったら普通に何やるかが知りたいです。あ、全く知らない。あ、何をする、その夜にジューシー食べるとかも今知りました。そっか、そうですよね。最後さ、自分がやるの。
そろそろです。はい、さて残りわずかとなってきましたけど、やっぱり旧盆の楽しみはやっぱりこっちですねさっきリスちゃんにも突っ込まれたんですけども、やっぱり、うん、まあ、料理を、まあ、ジューシーからいろんなスープから何ですか、かまぼこ昆布だったり肉食べたりして、まあ、みんなでおしゃべりするのが楽しいかなと思いますね。確かになかなか親戚同士でもね、集まらない、なんですかね、母方はよく集まってたんですけど、父方の方はこういう行事で、しか集まらないので、まあ、本当に久しぶりに会ったりして、ゆんたくしたりしますけど、そして、運慶の、あと、運慶は、まあ、食べて、中日を挟んで、ウークイでは、ヤファ富士を、お送りするというか、あ、そういえばエイサーもありますね。大事なことを忘れて話していませんでしたけど、エイサーも各地で道ジュネですかやりますよね。なかなか、まあ地域によって青年会があるところとないところがあったり、まあでもないところでもその青年会がないところを回る青年会があるみたいなのでね、皆さん、エイサーはもともとはどこから来てたんだったかな、なんか本土の方からだったかな、んかいろんなところから来て、この来てる文化が混ざってる感じなことを聞いたことあるんですけどね、ウヤファ富士をお送りするためのものなのでね、またエイサーの音も今日は昼ぐらい夕方ぐらいからかな聞こえてくるというふうに思います。そしてウークイでは最後みんなご飯を食べた後に、私なんかのところではですね、果物お供え物を全部外に持ち出して、そこで内カビとかも何ですか置いて、本当にじゃあもうまた来年ねっていう形でウヤファ富士とバイバイしますね。はい、そんな感じですかね。本当に先ほどメールでもあったように、長男の方たちはお忙しくしていると思うんですけどね、多分市場とかも昨日とか頃から盛り上がってるみたいで、たくさんの方が買い物に来てね、こういう時期に失礼しました、こういう時期に市場などに行ってみるのも行ってみたいなと思って、自分なかなか準備に関わってきたことがないのでぜひ、まあ、今年はもう運慶、今日当日運慶なんですけどね、実際にどんな感じで市場がね、みんな買い物わさわさするのかなとかっていうのも見たいなっていう感じですかね。はい、さてじゃあ今日は旧盆とお盆についてがテーマでした。皆さんメールコメントありがとうございました。この後は10時からライフサポートラジオ、11時からは暮らし研究ラジオ、12時からはミースのチラトークを放送します。今日も FM ギノワンでお楽しみください。モーニング8、お相手は木曜日担当、タイレースのヨッシーでした。イフェイデビル、またやったい。あと3分あるけど。早いですか？あ、早いっす。あと3分？あ、そっか、26分までか。どうしよう、もうでも何か終わっちゃった、曲を2曲ぐらいなんかかけます、終わっちゃったよ、だいぶ早いです、早かった、いやって話すことが考えきれない、これ以上話伸ばせないと思って終わっちゃった。